はい、ということでみんなのアルバイト、今日はちょっとズームでね、本間さんという方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。本間さんは何歳ぐらいの方なんですか？僕今22歳大学生です。あら、かわいい。若いね。C 社で働いてたんですか？はい、そうです。C 社、でもなんか全然イメージと違う。 C 社ってロシア語でおっぱいって意味なんですけどもまあそうだね。しかも片乳っていう言い方だよね。言うてみ、 C 社って、私の C 社ついたいな。絶対言わないよなんちゅうこと言うの私の C 社吸うって。まあでも C 社ちょっとやらしいな。でも C 社吸いに行くっていうのはなんか片乳吸うみたいな感じだもんね。そう夜だけ経営してんのかな、 C 社って。ちょっと遅い時間にやってるイメージやんな。どんな感じの時間にやってるもんなんですか？やっぱり深夜帯がメインで、僕が働いてた店は夜の5時から朝の5時までやってました。すごい長い。夕方の5時から朝の、じゃあもう新宿2丁目のね、店子さんと同じぐらいの働き方ですね。てかしんどくないのかな、ずっとってやらないといけないわけ。ずっと自分が吸うわけじゃない。いやでもさ、店員さんが来てなんかやってくれるもんな、うん、そう、なんかちょっと、うん、あんまり煙が出てこへんねんって言うとこうやってくれるやん、うんうん、でも好きなんですか、 C 社が？大好きです。好きになったきっかけとかあるんですか？バイトを始める1年前からプライベートで吸ってて、でもすごい時週に5日とか通ってて、だったらもうそれでバイトしようと思って応募したのがきっかけです。そしたらタダで吸えるからな。しかもいろんな味がね、お客さんによって違うから試せるし。じゃあ今日俺これ吸いたいなっていうのを客に勧めとくんですか？たまにありますそりゃそうやろな、吸えるからって。その方が得やもん。そう。そんなに好きなんや。どこのちなみに C 社なんですか？僕は六本木でバイトしてました。じゃあちょっといいとこなんじゃん、うん、六本木って言ったら何でも高いイメージある。渋谷とかはね、 C 社いっぱいあって安いとこもあって下品なとこも多いですけど。下品なとこ言うな。おしゃれなとこなんですか、それともこうアットホームというか居やすい環境みたいなとこ？六本木は比較的おしゃれで値段もちょっと高めだと思います。いくらぐらいやったんですか？どういう制度なんやろな、うん、時間制なのか、一つのこの機械ごと一つ一本いくらとかなのか、うん、店にもよるんですけど、僕が働いてたところは C 社1台でいくらいくらプラスワンドリンク以上といった形でした。持ち込み禁止？禁止です。あね、渋谷は持ち込みできるかね。渋谷は持ち込み、ね、しかも個室じゃないですか、六本木だったら。あ、C 社個室のとこもあんの？ありますよ。個室のところと個室じゃないとこどっちも用意してます。個室がいいな。値段変わる？それは、ね、変わります。もう六本木はすごいです。個室だと1時間プラス1万5千円ぐらいします。1万5千円。それカップルで行っていいんですか？ちょっとなんかそれちょっとなんかやらしいな。だってカップルで行ってさ、新車なんか吸っとったらちょっと酸欠になってさ、モワンモワンするやんか酸欠になってモワンモワン、ちょっと酸欠、分かる？酸欠になるやん、新車って。ちょっとまあまあまあね、 なりますよね、まあ、酸欠なのか。まあでも酸欠よ。ヤニクラじゃないもんな、あれ。いや酸欠、酸欠入ってはない。ヤニ入ってないもんな。ヤニ入ってないもんな下品な、なんか言い回しやけども。そうだから、あれでホワンホワンするからちょっとエッチな気持ちになって、ちょっとどうなんですか、チュッパチュッパみたいな。本当ですか？そういうチュッパチュッパ系もいます。深夜帯になるとライトを暗くするお店もあるんですけど、まあ、チュッパチュッパぐらいたまにあるかもしれないです。じゃあシャブシャブは？シャブシャブはなかった？シャブはやばい。見かけはない、なかったです。あのさ、そんな見かけたらやばいでしょうよ。分からへん、隠れシャブシャブしてるかも分からへん。カメラついてないですか、そういうの？そんなんついてついてるのかな。カメラなんか見る？カメラついてる？ないです。ないです。だから隠れしゃぶしゃぶしてるよみんな。実は。あ、分かんないかもしれない、ね。もうケツから吸うてるかも。やだ。でもさ、C 社がそもそも何か分からん人おると思うんやけど、うん、C 社はインドかどっかのタバコ？水タバコ。トルコとかネパールが発祥らしいです。トルコ。なんかパン。パンナズナ。あれ頼むのがね、ちょっと一人やと恥ずかしいからさ、なんかどうやって頼んだらさ、かっこいいですか？頼み方を教えてほしい。パンナズナパンラズナです。パイラズナパンラズナ
あれ好きな人と好きじゃない人分かれるやん。なんかおばあちゃんのタンスの匂いするっていう人もいるからお香の匂いするからね。そう、俺好きやけど、 なんて頼んだら普通やなって思うんですか。てかもうパンラスナーを頼んでる時点で結構おお、そんなことないって知ってるんすかみたいな。知ってるずらしてるレベルの低いやつが頼むねん多分パンラスナー。いやでもあんまりね知らない人は頼まないんじゃないですか。まあかっこいい頼み方はパンラズナって言わずにパンラズって言います。あら、ダッサー短くパンズラ、パンズラなんてパンラズパンラズです。パンラズって言おうとして間違ってパンズラって言ったらもうめっちゃはずいなパンズラはやばいな。パンラズって言ったらいいんや。花の名前何パンラズって。東南アジアとかで葉っぱの上になんかこうココナッツパウダーとかシュガーとか香料を置いてそれをこう噛んでパッと吐くんですけど、その食べてたやつをパンラズみたいな、こうぐちゃぐちゃにしたやつをパンラズっていうらしい。食べたことあるんですかそれは。ないです、僕ないです。なんか汚いんで。別に汚い、汚いの。だって吐き出したやつのことをパンラズ。違うよ、それじゃなくてその物自体を元の食料ね。そんなん死者で働いてるからって言って食べてるっていうことはないんちゃう。やっぱ、うん、なあ、そのパンラズ単体で頼んだらかっこいいんですか、なんか混ぜた方がいいんですか。混ぜた方が美味しいです。混ぜるのあれ。え、パンラズとなんかあのローズかなんか知らなんか果物とかななんか入れるんちゃう、うん、キウイがおすすめです。キウイか、キウイいいね。キウイいいね、うん、なんか酸っぱい感じので、なんかな、あの女の子と来た時はなんかあの冷やす棒みたいなのをさ、冷やす棒みたいなのつけてもらってあ、吸うやつね、結構思ったより太いねとかって言いながらって吸ってもらって、それ下ネタやん。チャンネル登録よろしくな。お客さんに何か文句言われたり、例えば怒られたりすることってあるんですか。ね、あ、よくあります。よくあるんですか。混んで、はい、混んでる時とか C 社って作るの時間かかるんですね、うん、なんで早く持ってこないんだよみたいなことは言われます。確かにめっちゃ遅いな、あれどうやって作ってる。確かに、まあ、炭をあらかじめ炊いておいて、でその間にお客さんからこう聞いたフレーバーを調合するんですね。で調合しつつアルミホイルでその炭を置くとこを作って、そこからまた水用意してみたいな、そこからそれをさっきの炭で熱して煙を吸い上げてっていうのを全部で20分以上かけてやります。それをでも何にも頼んだら大変やな。うん、もうめっちゃ嫌な客来たらちょっともう水の代わりにちょっとだけおしっこ入れたろうその嫌がらせいいわそれはいい、おしっこフレーバーやみたいな、うん、もうこいつムカつくっつってそれ入れちゃうのねなんかちょうど良さそうなこれでも吸ってろっつってあのシビンっていうのかな、あれなんだろう、尿の病院行った時やだだ、なんだ確かにこれから入れられるんじゃないかってちょっとこうなんか疑うようになってきたわ。輪っか作ってとかって頼まれる。頼まれます。できる、なんかコツある。コツはいっぱいこう濃く長く煙吸って、煙を吐く時に口を丸の輪っかの状態にしてこう短く強くフッフッって吹くと煙が空気砲みたいにモワモワーンってできます。なんか知らんけどちょっと説明の仕方がやらしかったわ口をそのちょっとやらしい。違います。本当全然違いますよ。そういうゲームやってみたい。 C 社で一人勃起させてその輪っかにはめれるか、そのやめろほうほうって言ってやめろ、もう最後もうカーンってこっちから行ってます。もうバカじゃないの。仕方ない。セザーちゃんもそういうのやってみたいな。えやってみたい。ほらやってみたいよ。忖度忖度入ってる。もうどっち言おうって、どっち言った方が得やろうっていうのでやってみたいって言った方が得かも。やばい。やってみたいな。 C 社の一日体験働いてみたいってこと。そう。ね、でも最近の C 社換気すごいからさ、もう絶対もうすぐふわっていってまうよね多分。あ、ふーってやならへんと思う。もう丸色に、丸色じゃない丸の形に丸色、うん、チャンネル登録してね。今もやってるんですか。今はやめました。やめてもたんや。え、なんでやめたの。だって就活があるからやろ。あ、そっか。そうです、就活とやっぱ夜がメインなのでこう様々な予定に支障をきたすのでやめました。あ、そうな。将来の夢は何ですか。経営者になりたいです。え、経営者。税金取られんで、はい、めちゃくちゃ腹立つで税金取られて。まあそこは多分ね、うまいこと、まあもっとそれを上回るね
お金を稼ぐというね、うん、何系系しようね、何系しようってあなたがその考えてない、やっぱね、世の中一番儲かるのは人身売買らしいでやめなさい、そう、まあ、人材紹介とかね、私たちも今売られてるもんね、人材発見、私たちなんかもう商品よ、人身売買よ、もう完全に今日もそうだよね、 そっち系やっぱ儲かるみたいです、いつまでたっても人のね、やっぱ例えば AI に置き換わる仕事っていっぱいあるけども、人を紹介するっていうのはいつまでたっても必要、風俗も必要やしね、何の話これもうすいません、ちょっと話が脱線してしまったんですけど、ごめんなさいね、ちょっとなんかあんまり長時間お待たせしてしまった割に長時間お話を伺うことができなくて、でもなんかあの C 社、私たち個人的にすごい大好きやからな、うん、あ好きな、うん、今度行こうみんなで、ね、会社のしかも経費で、いやそれで見れるわ、会社経費で C 社して飲みもして最高や、ほんであの最後あんた勃起してもらって輪っかやるからはっって、まあ、やりたいだけやろ、やりたいだけやろ、うん、一応ねやらせていただきたいと思います、うん、今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。